目で割るか。確かに。こんにちは、しょうこです。今日はですね、花嫁修行と題しまして、今日からシリーズ化っていうか、料理にチャレンジしようかなと思います。で、まあ、その第1弾がこちらにあるうまかっちゃんです。うまかっちゃんって皆さんご存知ですか？多分九州にしかないインスタントラーメンで、九州にお住まいじゃない方はもしかしたら知らない方もいらっしゃると思うんですけど、これめちゃくちゃ美味しいんで、これを作りたいなと思います。で、まあ花嫁修行でインスタントラーメンかよって思う方いらっしゃると思いますが、最初からレベルを上げると大変なことになりますので、最初はまあ簡単なものから挑戦していきたいなと思います。でも初めて今日ゆで卵を作るんで、どうなるのかなって感じです。まあ、さっきは卵1個割っちゃったんで割らないように気をつけたいと思います。ではやってみたいと思います。じゃあまずゆで卵から作っていきたいと思います。ゆで卵ってめっちゃ難しそうですけど、水を入れていきます。これに入れていけばいいかな。いっぱい入れればいいかな。お湯じゃないですか。浸かるぐらいでいいんじゃない。浸かるぐらい。ゆで卵、はい、了解です。水汲んできます。次の工程に進んで。これでまた割ると取れる。怖いね。いくよ。中火意外と。謎のボールを見せるっていう。さやかちゃんは料理得意ですか？いや、私も最近始めました。この前なんか、なんだっけ、カレーじゃなくてキーマ、あ、そう、キ
私はそんな高度なもの作れないので、髪切ったんです、そういえば初出しじゃない？確かに、そうですね、髪切って初めて撮影するから。どうですか？めっちゃ短いけど、いい感じだと思う。さゆかちゃんにキレキレ言われた。いや切りました、イメチェン。私は短いの結構好きなんです。マジ？はい、でもめっちゃ楽4分40秒もある花嫁修行だって、いないのに相手も私は料理ができる人募集中です。ここね、ここで50秒です。初めて入れた卵作った。これ剥くの大変そうだな。確かに、ね、なんかうまく抜けるコツみたいな、簡単に抜けるコツみたいなのあるよね。確かに、あと10秒で冷やしていきます。まあ、終わりそうで怖いんだけど。どうやって割る？コンコンコンってひびを。それは知ってる。なんか怖くない？なんかいいかな、こんなんで。なんかさ、めっちゃ剥きやすい仕方あるじゃん。水につける？違うか。むずくない？入れた。こんな難しかったっけ、皮むく。じゃあ、ここが来た。カチッてカチッてやってみて。え、私ですか？うん、これ一枚剥いてたらいけそうじゃない？もうちょっと。あ、もうちょっと。おかつたまご入れるところだけ。もうちょっとスルンって剥けるイメージだったんですけど、これ日が暮れる場合では、ゆで卵が終わったので、うまかっちゃん作っていきたいと思います。これ、案件でも何でもないですはい、じゃあまずお湯を、今これ500ml なんですけど、480ぐらい、ちょっと少なめに入れて沸騰させます。はい、でその間に
袋を開けるんですけど、私は握力がないので歯で開けていきます。いつもは歯で開けるんですけど、ちょっと今日紹介したいのがあるので、こちらのハサミを使いたいと思います。これは握力がなくても使えるハサミで、台の上に置いて使えるので、こうやって こんな感じで切ることができます。で、開けることとか一つ一つの動作に時間がかかるので、先にこんな風に開けて準備をしておきます。ではお湯が沸騰したので、麺を入れていきたいと思います。うちの鍋がちっちゃいんですよね。あ、やべ、3分。味のジャッジはサイカちゃんにしてもらいます。こういう時間があるときに、なんかこう普通に喋れる人が羨ましい。カメラに向かって。YouTuber の人って大体なんかこうながらメイクしながらとか、うん、料理しながらとか、なんかめちゃくちゃ喋るじゃないですか。それが私できなくて。私からも触れないですよ。いやね、サイカちゃんが話しかけてくれればいいんですけど、そういうこともしてくれないかな。でも、もうできないのでそれはもう諦めようと思って。これが証拠スタイル。どう思いますか。やばい、カメラが出ます。笑うとだいぶいいんじゃないですか。で、うちラーメン食べるお皿がないので、このまんま食べるスタイルで。一人暮らしあるあるですよね、きっと。はい、ありますね。ですよね。はい、もういいんじゃない。片面が好き。片面が好きです。じゃあ、切りまして、ちょっとめっちゃ硬いかもしれない。ちょっと狭かった模様。やばい。よし。オイル。絶対伸びるよね、この間に。確かに。ちょうどよかったんじゃないですか、時間だから。このオイルがうまいですよ。知ってました？私それかけたことないです。嘘でしょ。本当です。なんで？なんでって言われても。
ネギを。めっちゃ飛ぶ。入るかもしれない。はい、完成です。うまガッチャできました。はい、じゃあ食べたいと思います。いただきます。ちょっとめっちゃ伸びとるけど大丈夫か。うん、美味しいけど麺がめっちゃやばい。片麺にしたつもりなのに。うん、うまいです。結局剥いたり切ったりできんくて、ちょっとなんかいいのあったら。いや、やばくない？うん、ゆで卵ですね。でも、この黄身の具合いい感じじゃない？はい、めっちゃ良かったです、ね、時間完璧です。完璧だった。ちょっと、ゆで卵剥けるようになりたいので、いい方法あったら教えてください。じゃあ次、さいかちゃんに食べてもらいたいと思います。いただきます。ごちそうさまで。足りると思うよ。もうちょっと入れておく。セフはいいかな。もうちょっと入れておきますよ。これ7分も暇で。確かに。え、8分がいいかな。どっちがいいと思う。手で押さえながら転がす。